しら。みんな気をつけろ、何か仕掛けてくるぞ。とにかく奴を倒す。それまでに奴たちが出てくるかは賭けだ。そういう賭け嫌いじゃねえ。何なんだよ今のは。危なかった。挟み撃ちだ。ロキたちの匂い、あっちだね。苦しんでるっていうか嫌がってるみたい。夏だな。なふざけやがって。ボコボコにしてやな。カリュウのゴー。おい見てか、ヒビ。もう一押し。まずは一本目。この先ほどよりは攻撃の威力が落ちているようだな。ならば我々の攻撃が効いて。グレイしっかり。クソ、なんてことはねえ。眩しい。それになんだか熱いよ。いいから行くぞハッピー。まだ出てこねえ。たく、いつまで中で暴れてやがる。夏ガリューの砲火。ダメだ。ピリッときた。今度は何だっつんだ。突起物は全部壊したのに。何かを吸収して力を得ている。ハッピーはここで待っててくれ。邪魔だけするな人間。お前は絶対俺が起こしてやっからな。だから二度とあんな顔させんじゃねえぞ。だが仕掛けてくる前にやるしかねえ。さっさとそっから出てきやがれサラマンダー。何してんのさ。こんなの食べたらダメだ。はぁ、ナイスボディ見せに来てくれたの。まさか僕がそんなこと言うわけないじゃないかねえ。もしかしてあんたも何も。おお、無事だったんだなヒゲ。しかし古き友、遠方より来たりて我が黒き湯。私は翡翠イーフィオーレと申します。フィオーレ王国の王女として。囚われの身になり果てたのかもしれぬ。ですが全ては。いつでも呼んでね。ルーシーのためならすぐに駆けつけるよ。ディオルクルシティ。もしもし、ルーシーさん。ありがとう。それでみんな無事に元の場所へ帰ることができたの。かも。私の精霊への思いが前よりもっともっと強くなったってこと。できます。夏、アスカお願いね。うん、任せとけ。お土産た、あー美味しかった。夏、おかわり。え、おかわり。あー、ダメだ。おしないもん。乙女心が分かってないのよね。だよね。じゃあ夏、町のケーキ屋さんで。んな面倒なことできるか。夏さん、お、いいだろう。そこまで言うなら私も協力しよう。エルゾ、
早速狩りに出発するぞ。狩りって、イチゴ狩りか。何をしている、準備。よし、頼んだぞ。ではいざ出発だ、リリー。え、おい、な、絶対負けねえかんな。負けたら何でも言うこと聞くんだよ。な、あけ、そっちもな。もっと大きな声で。ひひなになに開け砲兵級の扉ハブレリア。私に何やらせてんだってね。ごめんね、壊れちゃった。ふってこれも仕事なの。綺麗なお姉さんで、どこにあるんだそのマグナムスイーパースペシャルストマキシマムスイートストロベリーただ見ているのもつまらんの。イチゴの鎧、イチゴイツ。結構稼げるもんだね。危なくない仕事ばかり選んだのにね。なんなんだそれ。スノードームみたいだけど。ラクリマだね、アスカちゃん。いいぞいいぞいい話した最高。なんつうませたガキだ。そうよ、ダメよ、ダメダメ、そんなの。子供怖いな。返して、これパパのママの、パパのママの思い出。ハッピー飛ぶぞ。ほらの大事なくちばし汚れちゃった。よし撃て、連続で4発だ。よかったな、アスカ。うん、ナツ。勝負に子供も。くれー、人のもの黙って持っていくんじゃんに。ケーキ？あ、そうだった。おかえり、ただいま。いいとろけ具合だ。このマキシマムスイートストロベリーとのマッチングが楽しみだ。さあ、アスカ、食べてくれ。いただきまーす。はあ、パパ、ママ、おかえり。ただいま。お利口にしてたか。一緒に仕事行って、稼いだ金で買ったんだよな。うん。あ、危ないことはやらせてないよ。そんな大切なもんが、なんで質屋に。いや、いろいろあってね。懐かしいわね。バイバイ、またお仕事一緒にしよう。おう、待ったな。やっぱボディケアが大事ですよね、グレー様。グレー様に出会って413日目の記念日。すごく特別な日なんです。と出会ってから413日目というだけなんです。ちなみに昨日は一日一日を大切にするチュビアさんは偉いと思います。幸せな性格よね、ジュビアって。記念日のプレゼントです。おお、嬉しいぜ、ジュビア。結婚しよう。はい。ここは女子力が試されるところね。女子力。そう悩まずともよかろう。嬉しいぜ、ジュビア。結婚しよう。はい。いまいちイメージと違うよ。レビーやラキにも聞いてみたらどうだ。さっきカナも食堂にいたぞ。せっかく一緒に寮生活して、プレゼント選びで迷ってるんです。レビィさんなら何が欲しいですか。はん。ジュビアにはまだ早いと思うので、これで失礼します。はぁ、入るからね。ごちそうさま。どんどん質問しなさい、何でも答えてあげるから。そこは男だろ。何考えてんの私。もらって嬉しいもの。もちろん買い物。うらを
職人。グレー様。ジュビア、結婚しよう。はい。それなりに似合うような気もしますけど。さあ、誰と結婚するか選んでくれ。ジュビア、全員と。あんたたちは黙ってて、ややこしくなるから。俺らがやっぱ食いもんだな。あんたも余計なことを。オイラにも食べさせてね。それはダメ。全部グレー様に差し上げます。バターを切り分けてボン。うわ、やっぱりこうなってる。早く行きましょう。わざわざ俺のために。ジュビア、こんなに編み物が得意だなんて知らなかったぜ。ジュビア、結婚しよう。はい、できた。今度こそ完璧。本当によく食べるわね。仕事がねえと他にすることねえもん。幻覚？今日は私とグレー様の記念日なので、プレゼントをお渡ししようかと。記念日？でも探しましたよ。今日はどこにいらしてたんですか？まあ、なんだよ。ジュビアが編んだマフラーですよ。いらねえよ。記念？そうです、グレー様とジュビアが出会って413日目の記念日です。ミルサさん、ジュビアは知らなかったです。本当に知らなくて。ジュビア、どうしたら。消しかけたのは私だ。14日目のキプラどう使うんですか？私に聞かないで。やれやれ。